かなと、うん、思います。ちょっと手に持ってるだけで可愛い。てかこのカラバリ可愛いよな。アメちゃんみたい。確かに、ね、可愛い。じゃあこちらをまずご紹介していこうと思います、はい、こちら品番 C6279 のバックリボンボリュームスリーブストライプブラウスです。はい、お色はまずアリちゃんが着てますピンク、はい、はい、そして手に持ってますこちらグリーン、はい、はい、そしてもう一色がネイビーと今ボディが着てますのがブラック、はい、はい、こちらですね。そうなんです。のこちら4色展開となっております。はい、はい、ではお値段いきます。じゃん、2090円。イエーイ、安い。でこちらも今日6時から明日の朝11時59分まで送料無料の特別価格です。イエーイ。じゃあおすすめポイント、はい、お願いします。このトップスのおすすめポイントはズバリ、うん、このやっぱバックリボン、うん、そうですね、後ろまで可愛くてハラちゃんがもう前に来てた。間違えて前に来てたんだけど、うん、これは本当は正しい着方じゃないんだけど、うん、前に来てても可愛かったんですよね。そうですね、可愛かった。本来はこれが正しい着方なんだけど、はい、原ちゃんがね間違えてこう前に来てて、うん、それでも可愛いってぐらい、うん、この後ろの形がここがねすごい可愛いので、バックスタイルまで可愛いっていうのと、うん、あとはこの、うん、私このパフスリーブっていうか、うんうん、ちょっとパワーショールっぽくなってて、うんうんうん、パフスリーブになっててこのボリュームがある、うん、かわいい、そうめっちゃ可愛くて、うん、で竹感もアウトにすると、うん、ややね短めかな。最近結構レタスで多い竹感かなっていう、うんうんうん、なんかお尻隠れないんだけどインしやすくて、アウトでもボトムスとのバランス取りやすいっていう竹感、うん、がなんかちょっとトレンド感ある竹感になってまして、すごいね、いろんなボトムス合わせてもらえるし、それこそ、うん、サロペットとか、あ、そうですね、ね、うん、それこそキャミワンピとかのインナーとしても使っていただいてもおしゃれですし、ね、肩の部分がやっぱめっちゃ可愛いので、そうですね、なんで、まあ、ベストとかニットベストとか着てもらってここから出るとかも可愛いと思う、うん、可愛いと思う。本当に着方がね自由自在、いろいろ楽しめるかなと思います。思います。はい、以上です。ありがとうございます。で素材はね、そうだ、素材ね、はい、もうしっかりしてて、うん、シワにもね割となりにくいかなと思うので、うん、ね、その辺もこの辺もなんかタックっていうかな、そうです、ね、めっちゃ入ってるので、そうそうそう、ちょっとシワになってもちょっとこう分かりにくい素材感になってるかなという感じです、うん、です、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ素材はあの商品ページにも下の方に行っていただいたらこんな感じでリンクが貼ってて、このね、これはあの今週日曜日に発売したこのビッグストライプシャツと、うん、あの同素材になります。はい、はい、になります、うん、じゃあコメント読んでいこうかなと思うんですが、あ、そうそうそう、はなちゃんのコラボね、ちょっとはなちゃん逆に着てるんですけど、そう、でもそれは可愛いです。だから気になる真ん中にここにやっぱり後ろのこっちがバックスタイルなので、ここに線がやっぱセンターラインが入っちゃっているので、うんうん、これが気にならない方は、ハラちゃんみたいに前で着てもらっても可愛いと思います。でも、ただしこれは本来の着方ではないので、そうですね、あれなんですけれども、はい、そういう着方も、はい、まあ、あるよっていう。意外と大丈夫だよっていう。ぜひよかったら着てみてください。はい。はい、あ、妊婦なのですが、キャミワンピ合わせても可愛いですか？え、もう絶対。可愛いと思う。ちょっとなんかこれ着てこよっか。あ、そうですね、うん、せっかくやったら、はい、ちょっと合わせてきます。はい、お願いします。アウトしてほしいです。 OK です。さっきあの途中もアリちゃんアウトにしてくれたんですけど、丈はそんな長すぎないのですごいインもしやすいです。はい、こんな感じ。私の身長で骨盤ちょい下ぐらいかな。お尻は全部は隠れないんですが、骨盤ちょい下ぐらいの丈感になります。うん、あ、汗染みますか。え、でも多分ストライプだからそんな分からないと思います、うん、素材感的にも、うん、意外と多分そんな汗染みとかは分かりづらいと思います。はい、です。うん、あ、バンドカラーとピンク、あ、バンドカラーのピンクとパープル2色買いしたけど、こっちもブルー欲しいってありがとうございます。ブルーってちょっとネイビーですね、これは。うん、ちょっと濃いめのネイビーで、ちょっとこのブラックと結構近しいカラーなんですけど、ちょっと後で横に並べて、うん、見比べていただけたらなと思うんですけど、ネイビーなので結構大人っぽく着ていただけるカラーになってます。はい、生地は固めですか。そうですね、ちょっと張り感のある、ちょっとシャリ感のある感じかなの素材にはなってます。はい、けどめっちゃ硬いってわけではないので、そんななんかブラウスも結構硬いものって
動きにくかったりするんですけど、これは、まあ、固め、どちらかというと固めな方にはなると思うんですけど、全然動きづらいとかはないので、普段使いしやすい素材感かなと思います。はい、あ、カーディガンありますか？ OK です。じゃあちょっと後で、カーディガンあったかな？ちょっとあったら、羽織ってみようと思います。少々お待ちください。うん、前後逆はむず、いけないことはないんですけど、一応ちょっと若干肩線がずれてしまったりとか、後ろもね、このね、ここにセンターラインが入ってるんですけど、が前に来ちゃうので、一応推奨はしてないんですけど、もしその肩線とかずれて、そんな気にならないって方は全然着ていただけます。一応、原ちゃんも全然わからず着てたんで、全然着れないことはないです。が、まあ、綺麗に着ていただくなら、リボンも後ろの方が形も綺麗に着ていただけます。はい。です。ちょっと下行きますね。あ、黒のジレ合わせてほしいです。OK です。じゃあちょっと私、アリちゃん帰ってきたら合わせてみようと思うんですけど、めっちゃ可愛い、それ。可愛いよな。めっちゃ可愛い。え、私も今、めっちゃしっくりきてる、うん、なんか。なんか、アリちゃん、私服かなって感じよね。めっちゃ可愛いです。お楽しみに。うん。てててて。可愛い、ね。これもね、今日発売の、ブンちゃん品番の。うん。ブンちゃん。セットだね。あ、ほんまそうですね。ね、ブンちゃん、全身ブンちゃんで登場したんですが、うんうん、こんな感じでキャミーワンピとかサロペットとかを着てもらうインナーに使っていただくと、本当にこのちょうど可愛いお袖の部分がこうちゃんと出てくれて、後ろ姿もすごい可愛いので、なんかもう360度おしゃれみたいな、うん、可愛いね、なるのではと思います。で、なんかキャミワンピとかサロペットを合わせていただくと、靴がコンバースとかスニーカーだったり、こういう感じでサイドバーとかちょっとドッグのブーツとか合わせていただいても、バランスすごい取りやすくなるので、はい、めちゃくちゃおすすめです。え、かわいい、めっちゃ似合う、ね、めっちゃいいと思います、この着方も。で、このキャミワンピもね、そうそう、今日の、ね、合わせ品番なんですが、このリボンすごくないですか？なんかこのもうめっちゃおしゃれ見えする、紐とかのこのデザインのこだわりがもう文ちゃんだなって感じがします。あと私はここが好きです。わかる。ね、ここがあるないで全然違う、かわいいとなりましたね。後ろリボンだらけ、確かに後ろはね、ちょっと今リボンだらけですが、トリプルリボンですね。何このキャミワンピ、かわね、かわいすぎますよね、これね。確かに今ちょっとリボンがね、後ろだと多すぎるのですが、もうそれもかわいいと思うので。そう、ブンちゃん品番です、このワンピはね。今日合わせて紹介する分になるんですが、こちらは E3146 で2890円です、はい、脇の詰まったキャミワンピも難しそうですが、そうですね、脇が結構詰まってるワンピースは、やっぱりここがアームホールが結構ほら大きめで、やっぱりボリュームスリーブになっているので、脇がやっぱりね大きいので、かなりここがボリュームになるので、脇が狭いのにするとこの辺がやっぱりワシャワシャってなっちゃうので、本来のこのアームのねデザインとか形の綺麗さの可愛い部分がちょっとね失われてしまうかなと思うので、できたらここがちょっとやや広めのものを合わせていただく方が可愛いかなと思います。胸大きめには苦しそうかな、トップスですよね。どうだろう、でも意外に身幅あるよね。そうですね、そう、身幅が結構ゆとりがあるので、どうだろうな、お胸さんどうだろう。うん、まあ、素材自体に伸縮性はないそうだねですが、まあ、でも本当それこそ身幅にゆとりがあるので、ピタッとはしないかなと思うので、うん、大丈夫じゃないかなとは思いますが、アリ、うん、ちゃん何色ですか？え、アリちゃん今モピちゃんが着てるグリーン推しです。ちょっと出てきてくれるので少々お待ちを。あー可愛いけど、キャミマンピはみーちゃんコラボ待ちなんだよね。確かにね、それもあるんですがね。ブラックの他のカラー展開知りたいです。あ、ワンピーかな、ワンピースはこんな感じになってます。グリーンとブラウンかなのこの3色展開になってます。めっちゃ可愛いですよ。おすすめでございます。妊娠9ヶ月ですか、このキャンピは、キャミワンピ入りそうですかってことな、入りそうですかってことなんですが、あ、かわいい、似合う、好き、この感じ、ね、グリーン似合うわ、いい色、いい色、うん、めっちゃ似合ってるよ、うんうんうん、あ、そっか、妊婦さんか、
そう、妊婦さんね、9ヶ月の方は難しいと思います。そうですね。そんなにね、めっちゃあのフレアなわけでもないのと、うんうんうん、本当に生地に伸縮性がないのと、うん、本当にまあこんな感じなので、かなり苦しくなると思うので、まあ、よかったらね、あの産後、うんうん、すぐとかね、やっぱ体型なかなかすぐは戻らないと思うので、うん、そういう時にね、ピッと着れる可愛い服としてちょっと持っておくのはすごいいいかなと思います。うんうんうん、いいと思います。はいはい。あ、娘と兼用にしたいのですが、うん、娘が腕が太く見えると言いますが、どうでしょう、うん、とでも、これはね、多分腕が太いって、こうそこまでね、多分こういうデザインのブラウスにはなるので、うん、でもこれがまた可愛いかなと思います。今年もね、こういうボリュームスリーブとかはトレンドなので、しかもここにちゃんと結構細かいタックが入ってるので、うん、はい、全然ね、多分腕の太さとかは気にせず着ていただけるかなと思います。このボリュームがね、可愛いので。むしろこう肩幅とか腕周り結構ね、うん、気になってる方の、うん、あの華奢見え、そうですね、になるよね、むしろ、うんうん、私も結構肩幅広めで気にしてるんですが、これはねいけてます、うんね、大丈夫、ここから出てるパワーショルではなく、そうです、ね、こっちにどっちかというとボリュームがあるので、うんうん、ね、腕とかその辺はすごいね細見えさせてくれるかなと、はい、思います、思います、結構落ち感があるのでね、うんうん、肩とかは全然気にしなくて大丈夫かなと思います、うん、あ、キャンワンピはオールシーズン着れますか？オールシーズン着れます、うん、大丈夫だと思う、そう、素材感がよいしょよいしょ、こんな感じで厚手でもなく薄手でもなく、うん、そうですね、スイルっぽい感じかな、どうだろう、うん、あ、でも本当多分オールシーズン素材的には問題ないと思います、うん、いけますね、うん、はい、まあ、冬は一枚だったら寒いと思うんでタイツとか合わせてもらったら大丈夫だと思います、うん、していきますね、あ、カーディガンで OK です、じゃちょっと私羽織ってくる、はい、見て、ペタンコパンプスっての合わせが見たいっていただいてたのでペタンコを履いてきました、こんな感じです、で、ちなみにこのビジューのパンプスの黒ガチ買いしました届くの待ってるところです、はい、じゃあ、長さと長くて好き、ありがとうございます、ジレで合わせたら可愛いですか、トップスかな、どうだろう、ジレの形にもよると思うので、ああれなんですか、あるのでちょっと合わせれそうだったら後で羽織ってみようかなと思います、可愛いな、でも年齢的にどうかなっていただいてるんですが、どうやろう、合わせるパンツを、うん、黒とかちょっと締まった感じのお色で、まあ、スキニーとかよりはテーパードとか選んでいただくと、なんやろな、ちょっと大人っぽい感じで、年齢もね、そのこれが若いと気にせず着ていただけるかなと思います、あ、首も苦しくないですかってことなんですけど、首はもともとこの、首幅っていうかな、それ襟口ここの部分は広めになってます、もともとがで、くくるんですが、まあ、苦しい方は緩めに結んでいただいたりとかできるかなと思うので、首の方が苦しくない、パンプス可愛すぎね、いや今日合わせて持ってきてる日曜だっけ、木曜販売のパンプスかな、もうめっちゃ可愛いんだね、めっちゃ可愛いよ、はい、お楽しみに、あとカーディガン持ってきました、可愛い、カーディガンね、カラーものしかなかったのでちょっとカラーが結構多くなっちゃったんですけど、うん、全然大丈夫です、まあでも細身の結構ピタッとするカーディガンはやっぱ大人がね、このブラウス結構ボリュームがあるので、うん、細めのカーディガンは多分この辺がゴワゴワしちゃうと思うんですけど、こういうカーディガン自体もちょっとポワン袖だったり、こういう袖が広いタイプだったら全然問題なく私はゴワゴワせず着れているので、カーディガンも合わせていただけると思います、はい、はい、全然大丈夫です、うん、ちょっと下いきますね、はい、あ、首に生地は当たりますか、あ、首に生地は当たります、うん、そう、引っ張ってもらったらその都度こう当たらなくはできるんですが、うんうん、多分生活していってるとどんどんこう、ね、やっぱり引っ張られてくるので、うんうんうん、当たりはしますが不快感はないです、そうですね、うん、私も結構肌敏感肌なんですけど、チクチク感とかは全然ないので、うん、その結構当たって擦れて痛いなっていうのはそこまで気にしならないかなと思います、はいです、うん、あ、原ちゃんが着てたように前後逆で着てほしいです、ね、じゃあ一回一瞬私してこようかな、うん、はい、雰囲気お願いします、はい、お見せします、のびちゃんのパンツはどちらのですか、これダースです、ですね、けどちょっと古いかな、そうですね、ちょっと古い品もやと思います、うん、だから在庫ないかもです、あ、愛子さんこんにちは、のびちゃん、ありちゃんこんにちは、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、嬉しいです、
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。後ろにもゆるっと結んでみてください。首巻きが気になります。おう、くぼ、あ、後ろゆるっと結んでもらってもいいです。よいしょ。でも結構ゆるく結んだら、ね、セルフで結んだので。もともと緩かった気がするけど、モッピーグリーンほんま似合うね。ええー、わかる。もうそれ買い？買おうかな。ねえ、でもね、うん、黒とかネイビーも気になるんですよ。ね、で、後ろこんな感じかな。そうですね。緩く結ぶと、まあ、首元はここが襟自体は立って元からあるので、多分ここはねそんな緩さは伝わらないかな。あれちょっと前向いてもらってもいいですか？あ、前です。ごめんなさい。ここは多分そこまで変わんないと思います。うん、緩く結んだとって。うんけど、まあ、首の当たる、うん、当たり方が変わってくるかな、うんうん、緩くするとそうだね、うん、はいですでちょっとハラちゃんがしてたあの前後逆にしたんですけどここにねセンターラインが入ってるんですよだからまあこれが気にならなかったりあと若干ね肩線が若干ずれるんですよ一応前後逆仕様じゃないのでこのブラウスは、うんね、でもしそれが気にならなかったら、まあ、見た目は全然多分そんなわかんないかなと思うんですけど、うん、そこが気にならなかったら大丈夫だが綺麗に着ていただくには多分あの今アリちゃんが着てる着方が一番綺麗に着ていただける着方だと思いますはい、はい、です半袖バングリーン買いましたこれはネイビー狙いですおありがとうございますネイビー私が今着てるやつだこんな感じですちなみに黒と比べてみたらこんな感じで結構色味違うので、うんうん、黒は本当にね黒でこっちは本当にデニムブルーっていうかな結構青みって感じのブルーになってます、うんうん、ですよいしょじゃあそうこれ話せば消えちゃったあ自分に似合う色があまりわからないのですが、うん、どうやって選んでますかってどうだろうまあ開けてみたり、うんうん、どうだろうねでもなんか自分に似合うというよりかは着たい色を選びがちかもです、うん、そうですね私もそうかも、うん、ただなんかやっぱ一回はやっぱ挑戦してみないとなんかやっぱ似合う色ってわからないんで多分一回は好きな色買ったらいいかなと思います、うん、そうだねなんかテンションも上がるしそう、ね、そう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 一番ね着てて楽しいかなと思います、うん、はい細身ですかっていやでも身幅はあの、うん、さっきもね大宗さん向けにお伝えしてたのですが身幅は結構ね意外にもそうですねたっぷりあるので、うん、すごいタイトなブラウスっていうよりかは、うん、ゆったりとはしています、うん、腕周りもねそうですね、うん、全然細身ではないと思います、はい、なので体のラインとかもそこまで拾わないブラウスですね、うん、はい、はい、です、うん、じゃあコメントそろそろ大丈夫かなと思いますので次のボーダーのご紹介に行こうかなと思います、はいはい、まだ着てないカラーとかはちょっと最後おしゃべりコーナーで着れたらなと思うので、うん、見た方コメントください、はいはい、じゃあ着替えてきますはいお願いします、はい、多分ボーダーもね気になってる方多いかなと思うんですけどあキャリアンピで後ろ見たいっていただいてたんですけどあの途中でアリちゃんがあの見て後ろ向いてくれてるんでよかった IGTV も合わせて見ていただけたらなと思うのと、うん、多分違う色着るよね多分そうですねあのこのボーダーの次に紹介するシアートップスとかもすごいあの相性いいと思うのでまだ着ると思うのでもう少々お待ちください、はい、うんねキャミアンビも可愛いですよね私結構このモカも好きですカラー可愛くないこれも可愛い、うん、ね着てそう。そう、私、でも意外と黒のワンピしか持ってなくて、こういうブラウン系もね、狙ってるんですけど。しかも、ブンちゃんが、あのこのね、ワンピ、キャミワンピースの商品ページに行っていただいたら、あの、ハウトゥー、紐の結び方のハウトゥー動画もハマってるので、よかったらそれも合わせてご確認ください。すごい分かりやすく動画であの紹介してくれてるので、はい。合わせて、よかったら合わせてご確認ください。うん。アリちゃん本当かわいいめっちゃタイプ男だったら彼女にしたいって嬉しいですありがとうございます私も彼女にぜひなりたい、ね、本当かわいいですよもうめっちゃこっち愛してくれる方の彼女になりたい大事ですね確かにこの下にロングスカートありますか合いますもちろんマーメイドスカートとかも相性いいですしフレアとか A ラインとか何でもスカート相性いいと思います、まあ、でもせっかくねストライプなんであのシンプルなデザインのスカートとかの方がいいかなと思うんですけどロングスカート相性いいです、はい、あこれだ
3点目ですが、この2回目のライブでまだ1点目です。で今からちょっとボーダーに着替えて2点目のご紹介に移ろうかなと思います。モピちゃんとハラちゃんと髪の長さ同じくらいですか？あ、どうだろう。でもハラちゃんの方がねもうちょっと長いと思います。そうだね、うん、伸びたね、ハラちゃん。